ヒロモスです。パース巡り、京都、金閣寺。金つながりですいません。金閣寺、正式名称を北山六厳禅寺。足利義満が改築、建立した建物。建立当時、義満はここで政治を行いました。一休さんの将軍です。一休さん、今の人たちは分からんか。ちなみに、新右衛門さんは、正式には新右衛門さんですよ。一休さんは元天皇の息子です。さて、金閣寺。義満は政治の中心をここに移し、足利氏の権力を高価なものにしようと画策した。金閣寺もその一つで、金箔を施し、他者を圧倒させる狙いもあったと思われる。そして北山文化と後に言われる様々なものを生み出した。いわゆる現在言われている日本文化とはほとんどが室町時代に生まれたもの。ただの偉そうな将軍ではありません。一説には天皇になろうとしたとも言われていますが、そこまでの考えはなかったと思います。この金閣寺も彼の遺言で後に禅寺となります。天皇になろうとしたら日本では抹殺されます。こうやって残ってるってことは違うかと。まあ何にせよ綺麗です。中はさらに奇抜なんですけどね。残念ながら観覧できないんですけど、正式には金閣は舎利殿で、一層には釈迦三尊、二層目は観音殿、三層に仏舎利、初層は法水院、二層は鎌倉時代の武家作りで西音塔、三層は唐様式の禅宗仏殿作りで屈強調、三層は室内も金箔です。金閣を過ぎてからはいろいろなアトラクションがありますよ。開運コイン投げ、果たして成功するか。あ、残念。あら、残念。金閣だけでない、北山六厳禅寺ですよ。以上、パース巡り京都金閣寺でした。綺麗。よろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ヒロモスです。